これまでの滅亡の光は。地球艦隊機関タイコンテロか。連日の戦闘行動に作戦会議が重なり、ジャスティンの心身は限界に近かった。作戦検討、補給計画、火力計画とそれぞれの責任者との会議を終え、ようやくしばしの加速仮眠を取ることができた。地球への殲滅勧告からすでに27日が経過し、片時もつかず離れず司令官としての責務を行ってきたジャスティンにとっては、休息後の一杯の合成コーヒーを飲むことすら久々に感じた。久しぶりですね、こうして座るのは。そう言ったのは、同じく激務に追われ続けた南副司令だった。作戦検討のため機関に一時的に移乗していた南も息抜きに座り込む。参謀室からの作戦提案まであと20分はある。こうして休憩している時間ですら、刻一刻と地球の滅亡は近づいていたが、規定の加速仮眠回数を全く満たさない体が限界を迎えつつある中、人としての自由が許される時間はジャスティンにとって不可欠だった。味がしないな、ジャスティンがため息混じりにつぶやく。地球滅亡という1ヶ月前は誰もが鼻で笑うような事態に直面し、その責務を任された。その重圧を感じる間もなく、ただやるべきことだけを遂行してきた。そんな状況で飲むコーヒーはうまいもまずいもなく、ただただこれで心が落ち着くはずだと自分に言い聞かせるしかなかった。なあ南、地球が滅びるまであと176時間、今座っている間にも滅びは近づいている。人類は想像を絶する綱渡りをやろうとしている。そんな役回りだとは思わないか。地球が終わろうとしているのに、我々は人間としての時間を捨てなければならない。味のしないコーヒーがジャスティンの口を緩くしたのかもしれなかった。感じ続けてきた自分と他人、この事態への不満を吹き出してしまったことを後悔するジャスティンに、副司令官が答える。私たちはそれを背負う立場にいます。作戦が失敗すれば残り176時間、最後まで私たちは人であることを捨てて戦い続けなければなりません。おそらく最後の1秒まで私たちは戦い続けます。自分の友人、家族に何かを語る時間すら与えられないことも覚悟しなければなりません。覚悟か、ジャスティンはそうつぶやき、イヴェルとハルスティンを追憶した。もし自分が軍人でなかったら、今頃家族と過ごしていただろうか。地球最後の数日になるかもしれないと家族を励ましながら、思い出の店でディナーでも食べていたかもしれない。思わずジャスティンは心の中で苦笑した。残念ながら私にはその人生は選べなかった。高級和平の理想を追い続け、こんなところに来てしまった。そして人類最大の軍隊を率いて、それを阻止するという任務を授かっている。そしてそれは、他の誰かが人間らしくあるために自分の人間らしさを捨てる行為であったことに今更ながら気がついた。時間があれば妻に詫びていただろう。時間があれば息子を抱きしめてやっただろう。だが自分はそうしなかった。職務と責務を受け入れ、最後の1秒まで戦うことを選んだ。35日後の地球を守るという正義感であふれた言葉を隠れ蓑にしながら、南はジャスティンの顔色がわずかながら変わったのを感じ、口を開く。私は一人娘のマコには必ず帰ると伝えました。都合のいい言い訳かもしれませんが、もし私に何があってもいつか分かってくれるはずだと信じています。私が何のために戦い、何を犠牲にしたのか、自分の母親が人であることを捨てて何を選んだのか。人を捨てなければならない人の最後の拠り所は結局家族なのかもしれないと、ジャスティンは改めて思った。
地球滅亡を阻止するために働くには、その言葉は救いとも言えるのかもしれなかった。残ったコーヒーをその思いとともに飲み干し、ジャスティンは席を立つ。ありがとう、南。そうつぶやき、艦隊総司令官はサイコンデロが作戦室へ向かっていった。艦内に天体衝突作戦なるものの説明が流れている中、ローマ艦隊教皇パウロはかつての敵情の巨大艦を凝視していた。一時は地球艦隊を恐怖に陥れる威圧感を放っていたその艦は、度重なる戦闘の傷を至るところにたたえ、満身創痍の状態になっていた。結果から見れば、あの時衝動的にビクトリーに協力したことが地球ザナ連合を作り出すきっかけにはなったが、決してザナ艦隊を味方につけるためにパウロは行動したわけではなかった。一つ確かなことは、敵将ビクトルにどこか同情に近い感情を覚えたことだった。総統艦撃沈後、パウロはそれを理屈で理解しようとしていた。そうしなければベネディクト大佐をはじめとした仲間たちにどう顔向けすればいいかわからなかったからだ。一時的にビクトルに共感したのは良かったが、今もこうして肩入れすることは教皇としてのプライドが許さなかった。ビクトルは仮にも多くの仲間を葬った憎むべき敵将だ。それを自分は弔い合戦を挑まないばかりか、総統への砲撃を開始し、今もこうして近くで徒党を組んでいる。以前ならば今からでも剣を振るっていたに違いなかったが、ビクトルには手を出せない自分がいた。一体何が俺を変えたんだ。惑星破壊兵器を視界に入れた今でもなお、喉に引っかかった骨が抜け落ちないような感覚が残っていた。パウロは右方で静かに佇む中将の艦を見つめてから、その先に堂々と座するビクトルの巨大艦を再度眺めた。今も急激に攻撃を加えないのは、地球を救うための一時的な味方になったからだ。他の地球艦隊の指揮官面々と同じくそう思うようにしてきたが、ふと総統に懐柔されかけていた時のビクトルを思い出し、違うと感じた。あの時確かに思った。ビクトルはどこか自分に近いものを思い起こさせた。客観的には地球防衛のためであっても、主観的には自分を彷彿とさせる彼の言動が瞬発的に大きな影響を与えていた。言い換えれば、自分と似た境遇で苦しむ男に少なからず同情したのだ。しかし自分に似通っていたにせよ、本当に同情の一言で済ましていいのかは分からなかった。死んだベネディクト大佐はそんな理由で首を縦に振ってくれるとは思えなかった。市場を捨て地球艦隊の皆と口を揃えることが必ずしも正しいわけではない。ローマ帝国の教皇として取るべき仇を討つべきだ。その時ふと父を思い出した。かつて敵対関係にあった国や人種のことなど気にせずに、東欧の多民族を皆平等に扱い、一つの国を建設した父よ。そうか、自分だけじゃない。父さんも同じ葛藤を超えて、なすべきことを成したんだ。市場にとらわれずに、時には1秒前まで敵だった相手を取り込む器を持っていたのだ。そう考えると、ビクトルはその取り込むべき人間だったのかもしれない。父が6年前先代の総統に殺された背景も関係あったのかもしれないが、憧れていた父にビクトルは近い人間だったのかもしれない。だからとっさに共感し、総統への攻撃を開始した。その理由ならばきっとみんなも納得してくれるはずだ。そう思えばいい。そうとでも考えなければ、俺は奴に牙を剥いてしまう。月面基地。月面に到着してから1週間、久々の月面重力に体が慣れないまま、グロタンディエグ特別上級大将は計画のレポートを読んでいた。グロタンディエグはひとまずレポートを読み終え、不可解な点の多さにヘケヘケした。第一に、地球滅亡が迫る最中、世界各地で起こる暴動を鎮圧するための治安維持任務の統括に当たっていたにもかかわらず、急遽この計画の担当に任命されたのが不可解だった。もはや連邦平和維持軍の高官がごっそりいなくなり、混乱した結果の人事としか言いようがなかった。無論それ以上の何か、もっと裏でうごめく陰微な政治関係が自分をこのような人事に当てたのかもしれなかったが、それ以上は主体的には考えなかった。グロタンディエグは表情を変えることもなく計画の理解に努めた。そのレポートには表面と裏面があった。表面には連邦平和維持軍の総司令から通達された正式な命令が、裏面には総司令官ですら耳にしていないであろう連邦政府の第二の計画が記載されていた。
表面に記されていたのは、地球艦隊とザナ艦隊が臨時の同盟を結び、惑星破壊兵器の迎撃に当たっており、天体を用いた衝突作戦を計画していること。そのためには月面で疑似異星機関をザナ艦隊に引き渡す必要があること。これはグロタンディエゴを含む全艦隊が知る現在進行形の軍事作戦だった。月面基地で疑似異星機関をザナ艦隊に引き渡す責任者として白羽の矢が立てられた以上、その幅広い人脈と豊富な経験を生かすことが求められていることは十分に自覚していた。グロタンディエゴは裏面を読む前に再度最新状況を確認した。この計画を遂行するために、すでに地球圏で生産されている疑似異星機関が月面基地に集められつつあったが、衛星テーベと準惑星ケレスを動かすには2000個以上の動力源が必要なため、一朝一夕ではとても用意ができなかった。各国司令官が軍部に命令することで迅速化されたものの、工場の完成品在庫は多方面にわたり、また旧型艦艇や兵装など搭載が多岐にわたるため、自動移動設定を施した上で2000個を運搬することは容易ではなかった。衝突までの時間は残すところテーベが18時間、ケレスが49時間となっていたが、期間は未だに4分の1ほどしか集められていない。テーベ衝突を実現するために必要な200個は揃ったものの、ケレスの分についてはこれからが正念場と言えた。退役間近で老練な提督であるグロタンディエグはゆっくりと裏面に視線を移した。極秘という文字が右上に記述されているドキュメントには政府避難船に関する詳細な内容が記載されていた。フロンティア計画の実行と政府機能異常、そして政府避難船の護衛艦隊提督として自分の名前が記載されていた。さらに政府避難船には未完成の巨大戦艦が護衛に充てられる予定とされていた。現状のラインスピードを維持すれば、あと数日でその戦艦は戦闘可能状態にまでは持っていけるとのことだった。地球史上最高峰の技術をもとに年単位かけて建造した1500メートル級の弩級宇宙戦艦、ザナ艦隊主力級と単艦で渡り合えるだけの性能を目標に設計された地球艦隊の切り札。ザナ艦隊が加わった今、その力は微々たるものかもしれないが、それでも地球人類の一縷の望みを託すには十分な器だった。だが本来は対惑星破壊兵器戦闘に投入されるべき戦力が政府避難船の護衛に使われる皮肉を笑わずにはいられなかった。政府高官と呼ばれる者たちは月面基地に停泊している政府避難船への異常をいち早く完了させていた。その他100億人を超える民衆は未だに惑星破壊兵器が来ることさえ知られていないにもかかわらず、暴動が多発する中、原因不明の大爆発が生じたという事実のみしか伝えられていない彼らは、ただ地上から何事もないことを祈るしかない。グロタンディエグは夜逃げの体でこの船に乗り込もうとしている連邦政府が滑稽にさえ思えた。政府避難船、好きになれない言葉だ。グロタンディエグは低い声でゆっくりとそうつぶやき、自らの任務に集中した。作戦考案からすでに17時間余りが経過していた。1万年にも満たない短い歴史の中で、確かに存在してきた地球文明が消滅するまで残り7日を切っていた。惑星破壊兵器はついに太陽系で最大の大きさを誇る木星の軌道中域にまで足を踏み入れていた。遠目から見ればその球体状の兵器は木星にも見えたかもしれない。一方、地球艦隊はテーベインパクトを万全の状態で迎えるべく、ザナ艦隊の艦隊ワープで土星軌道基地に急行し、艦隊補給を行った。その上で、再度艦隊ワープで木星軌道にまで移動、テーベに200個に及ぶ期間を綿密に計算した上で装着を終えていた。地球が滅亡する未来を防ぐには、このテーベで最低でもフィールドを破り、少なからず損傷を与える必要がある。そうしなければこの作戦が功を奏すことはない。機関はすでに200個をテーベに装着。現在の軌道修正経路ならば予定通り40分後に目標に衝突する予定です。ジャスティンはそう報告した副官に力強くうなずくと、Z
前衛地球艦隊、後衛ザナ艦隊で布陣を完了させた大艦隊を見渡した。フィールドの破壊を前提としたこの作戦では、テーベ衝突後に計7000隻の砲塔と火星中域の要塞から一斉射撃が放たれる段取りになっている。ジャスティンはふと、これまで以上に青い粒子を放出する5000隻の地球艦隊の後ろ姿が頼もしく見えたように感じた。南はその大型空母に搭載される双剣を構えながら、この戦闘での悔いを晴らそうとしているようだ。 BEP のアレックス長官は、慣れ親しんだ木星軌道で会心の一撃を与えようと冷静に佇み、ローマ帝国のパウロ教皇はその代々語り継がれる伝説を一切構わず実現させようと躍起になっているようだった。惑星破壊兵器を一途に睨む彼らの勇士は、戦闘意欲に駆り立てられたものというより、地球の前にそびえる城壁のようにさえ見えた。 T-1 分、ターク参謀の声でジャスティンは緊張が全身をほとばしったのを感じた。直径約 100km のテーベは青白く輝きながら、その9倍の全長を誇る冷然とした兵器への距離を直線的に縮めていく。秒速 30km の相対速度に到達した巨大衛星は、惑星破壊兵器に吸い込まれるように加速していき、無傷の悪魔が傷を負う時が迫っていく。ジャスティンは全身にみなぎる期待を感じながら、テーベが突き進む先に佇む惑星破壊兵器を見つめた。ザナ艦隊の情報通り、惑星破壊兵器は迎撃行動ばかりか微動だにせずに悠然と進行を続けていた。その地球人類が感じてきた恐怖とは裏腹な姿勢に、ジャスティンは不意にあの日のワシントン襲撃を追憶し、拳に力を込めた。必ず地球を守る。だからそれをせめてもの償いにしてほしい。アレン。4、3、2、そしてその時は来た。1、テーベインパクト。200個の疑似異星機関により加速したテーベは、その勢いのままに惑星破壊兵器に正面衝突した。速度と質量を掛け合わせたまさに天文学的レベルの衝撃は、文字通り烈火のごとき爆発力を放ち、それはまるで超自然がなせる大地の怒りの最終形態のようだった。衛星の表面が惑星破壊兵器のフィールドに干渉し、多層性結合波形のフィールドに多大な負荷をかけると、干渉領域が瞬時に広がり、巨大兵器のフィールドが発する。加速したテーベが発する星を滅ぼさんばかりの衝突は、艦隊を前進させなければ吹き飛ばすほどの衝撃流を生むと、続けざまに艦隊のレーダーを狂わせ、通信回線を遮断し、その場の人間の視界を無限大な閃光で包み込む。誰もが五感を失った感覚に襲われた直後、艦内に総司令官の声が響いた。全艦隊砲撃始め。半ば目の前の事実を信じられない感情に支配されながら、地球艦隊総司令官はその光景に見入った。ザナ艦隊総司令官の号令も同時に発令され、計7000隻の大艦隊からついにフィールドを失った惑星破壊兵器に向け一斉砲撃が始まり、高速度のアローレイレーザーが歪んだ側面部に直撃すると、鉄壁を失った兵器はたまらず火を吹き、地球艦隊の青き集中砲火と火星からの要塞砲が猛然と行き届き、さらなる誘爆が伝播していく。想定以上の成果をもぎ取ってみせる、そう意気込んだジャスティンが次の号令を下した時、その快進撃は突如として終わりを告げた。対象のフィールド復活します。参謀の報告で誰もが気がつく。一瞬フィールドが失われた惑星破壊兵器だったが、まるで危険を察した動物本能のようにすぐさまそのフィールドを再生させていく。元の姿に戻る前に艦隊による猛攻を仕掛けたが、大した攻撃をフィールド内に送り込むこともままならないまま、惑星破壊兵器はそのフィールドを完全に取り戻す。艦隊攻撃中止。両総司令官の声と同時に誰もがその変わり果てた姿に見入る。感情の起伏は激しかったが、ジャスティンは心の中に生じている確かな小さな歓喜を言葉にせずにはいられなかった。惑星破壊兵器に傷がついている。無敵を誇った兵器に小さいとはいえ損傷を負わせることに成功した。全艦隊に次ぐ対象側面部に大規模な損壊を確認。テーベインパクトは成功だ。計算上では目標の防衛能力は約2割減、これを前提とすれば純惑星の衝突が致命傷となることは十分推察できる。惑星破壊兵器の地球到達まで残り7日、引き続き総員の協力を期待する。その声に両艦隊のクルーたちが惑星の垣根を越え歓喜の声を上げる。今まで決して崩されることのなかった鉄壁の要塞がついにその形を崩した。その回帰は命運が変わったわけではなかったにせよ大きすぎる戦果だった。
ザナ艦隊機関。ここまでうまくいくとは。マルタンは目の前で起きた光景に驚きを隠せなかった。生々しい傷を負った惑星破壊兵器はそのフィールドを取り戻したものの、球体の形を保てなくなった姿はその完全性を失ったも同然だった。宇宙連邦が開発した惑星破壊兵器の防御網を崩し痛手を負わせた事実に感服すると同時に、地球人の創造性と胆力にも感心させられた。ザナ星間共和国の歴史に照らし合わせれば、遥か昔の技術レベルしか持たないはずの地球人が格上のザナ艦隊を打破し、外部要因があったにせよ惑星破壊兵器に傷をつけてみせたのだ。不可能なものを覆すこの胆力と適応力はこの宇宙でも類を見なかった。頂点に君臨し続ける宇宙連邦、超技術を持ち複数の銀河間国家の戦争を調停する絶対的組織に逆らうことを考えるザナ人はいなかった。地球に比べればはるかに高い技術を持つザナ人にも地球人から学べることは意外と多いのかもしれなかった。そうしてふとマルタンは一抹の不安に襲われた。彼らはアナイアトライブの技術を貪欲に飲み込み、その模倣品を自ら量産してみせた。恐ろしいまでの適応力と惜しみなく異星技術を活用する軍事欲、惑星破壊兵器に傷を負わせる作戦を考案した創造性、彼らはもしかしたら、いや、何を考えている。マルタンはすぐにその癖である首を横に振る仕草を見せた。ワープもできず一星系の支配すらままならない彼らは、宇宙連邦が予言したような有害な存在にはなり得ない。少なくとも今の彼らを見ている限りそれは間違いない。その時副官が本星の状況を報告してくる。総司令、銀河帝国戦線はヴィクトル王国のブラスカが陣頭に立っており、大きな変化はありません。宇宙連邦の軍事的な動きも未だ確認されておりません。元首はやはり宇宙連邦との関係維持を望んでいるようで、議会もそれに追従しているようです。そのため本星からの増援や支援は期待できないと思われます。報告はマルタンが予期していた通りだった。元首と議会は汚辱に耐えてでも宇宙連邦との関係をこれ以上悪化させることを避けようとしており、マルタン率いる艦隊に対しては黙殺を決め込んでいた。その姿勢を見せ続けることこそが彼らにとっては何よりも大事だった。地球が破壊されるという結果だけは何としてでも守り抜くつもりであり、そんな彼らのもとに集う戦場に赴いたこともない政治家と議員を説得させるには、マルタンにはあまりにも手元の材料が少なすぎた。未来予測装置の結果を覆せるかな。そう最後に残った不安を吐き出して、マルタンは総司令官としての顔を取り戻す。火星軌道中域要塞フェルバルト、ヤニングス指揮官、ケレスインパクトまで残り3時間を切りました。まだ最低でも300個の動力源が必要な状況です。ここは本要塞からもさらなる拠出をすべきではないでしょうか。ターク参謀、その件は総司令とも話している。要塞砲は惑星破壊兵器の装甲に対しては有効で、今回のケレスでも同様な結果が期待できる。疑似機関の拠出は他のソースに任せるべきだ。本作戦は間違いなくこの戦いで最大の転換点です。戦争は最大の転換点を先に察知した方に軍配が上がるものです。私はフィールドを破った後の話ではなく、フィールドを破る話を優先するべきだと考えています。要塞指揮官としてその判断で本当によろしいんですか。小惑星隊は我々が最大の威力を発揮できる絶好のチャンスです。ここを抜けられると質量兵器の力を借りることができなくなります。問題ない、要塞砲にはそれほどの価値がある。タークはその決意を確かめるように無言でうなずいた。これが終わったら決闘だ。準惑星衝突作戦という地球の命運を左右させ得る天王山が近づく中、パウルは突如艦内に響いたその声の主をたどった。ヴィクトルだった。望むところだ。そう応じようとした時、中将が仲裁人のように間に入る。ビザンチンです、教皇。今はケレスの軍事作戦に集中してください。またヴィクトル王子、地球のために協力いただき感謝申し上げます。そうとだけ言うと中将は通信を切った。自然に教皇と王子の通信もそれで終わった。パウルは感じ取っていた。中将はしきりに嫌悶な空気を漂わせるヴィクトルと自分の衝突を気にしており、それは地球に残された時間が6日となった以上ごく自然な反応と言えた。
だからビザンチンを攻めるようなことはせず、自分勝手な行動は慎んだ。実直な中将には一触即発の冷戦の構図のようにさえ見えていたのかもしれない。ビクトルに再度剣を交える意思がないことをパウロは感じ取っていた。またそれをわざわざ確認するつもりもなかった。ベネディクト大佐の寂しげな後ろ姿を思い浮かべるたびに、死んだ仲間を裏切るような真似は教皇として絶対にできないと思った。だが一方で再び同じ壁にぶち当たっていた。あの豪気な仇敵を許した自分は本当に正しかったのか。今の状況からしておそらくそれは正しかったのだろう。そうと仮定して一体何が自分を変えたのか。そんな疑問が果てしなくつきまとった。組織の不分立に埋もれて自らの信念を捨てるようなことは自分が最も毛嫌いしてきたことだった。父の真逆の人間がやることだった。今からでも敵を取るべきか。嫌でも視界に入る巨大艦を見てパウロは反射的に唇を噛んだ。感情を優先させた結果何を失った。俺は大切な人間を亡くした。ケレスの衝突作戦を成功させなければ地球にいる最後の肉親である弟を含む多くの人間を失うことになる。考えるまでもない。教皇としてやるべきことは単純明白だ。何が何でも地球を守る。そのためには殿下の宝刀だって抜いてみせる。今度こそ絶対に。次回、滅亡の光は。